のようだの人、何のようだ。一番好きなドラマ1個言っていい？こんにちは、くまみきです。今日の動画はですね、リクエストをいただいてて、では今みんなそういうの知りたいかなって思ったので撮ってみたいと思います。というわけで今日は私の好きな本とかドラマとかアニメとか映画とかまとめて紹介したいと思います。というわけでね、すごいいろいろまあ見るし好きなんだけど、ちょっとなるべくみんなネットフリックスとかアマゾンプライムで見れるやつ絞ってね、紹介していければなぁなんて思うんですけど、そう、私が今使ってるね、そういう動画とか見れるのが今言ったネットフリックスとアマゾンプライムなんですよ。ちょっとそこ中心になると思います。それプラス本とかね、そんな感じでいきます。まずちょっとアニメがみんな好きかなと思って、私が最近よく見てるアニメが、もうこれかなり見てる人多いと思うんですけど、まずは鬼滅の刃。面白いですね。私もすごいたくさんの人におすすめしてもらって見始めたんですけど、まあ、これストーリーとか説明するの鬼下手そうだけど大丈夫？ね、本とか映画とかの紹介ってむずいよね。主人公の炭治郎の家族が鬼に食われちゃって、で一人妹だけなんか死なないで生きてたんですけど、ちょっと鬼になりかけみたいな状態で生きてて、人間に戻したいっつって、こう鬼をやっつけながらどうにか戻そうっていう戦いのストーリー。下手、説明下手、やばい。とにかくめっちゃ流行ってるから流行りに乗って見たらハマったんですよ。でやっぱ戦う系だから、戦ってる時はもう何が何だかって感じなんですけど、私ね、よく鬼滅見てるっていうと聞かれるのが、推しキャラなんですかって聞かれるんですけど、推しキャラはね、まあ強いて言うなら宇髄天元、あの女が3人いるすごいチャラチャラしたモテそうな人です。その人がかっこいいなって思うけど、でも別になんだろう、このキャラがめっちゃ好きとかいうのはそんなになくて、どちらかというと、あの主役の炭治郎と、やべ名前飛んだ、何のようだの人、何のようだ、何のようだ、何のようだ、なんだっけ、イノシシ、イノシシ、イノ、イノマル、あ、違う、イノスケ、あれ、イノスケだ、イノスケとあと善逸の3人がわちゃわちゃしてるっていうところが好きです。わちゃわちゃが好きですね、はい。ちょっとど忘れしちゃった、ぶっ飛んじゃった、本当に好きなのかよって言われそう。で、本当最初ね、アニメを見た時は私鬼が怖くて、ってかホラーとかダメなんですけど、鬼滅ホラーではないけど、そう、そういうちょっとドキドキする系が苦手で、そうだから最初鬼が怖くって、夜は絶対見れなかった、無理だったのね、怖くって、なんか血とかもダバダバ出るし、だんだんアニメも見て慣れて、漫画も読んで大丈夫になって、全然もう平気なんですけど、ちょっと最初怖いかもしれません、人によっては。はい。逆に超まったり系で好きなのがセイントお兄さん。まあちょっと結構前に流行ったんですけど、どちらかというと漫画が好きで、漫画から入ってるんですけど、今の時代に来たブッダとイエス、そう、神様のね、2人がなんか生活してくっていうので、すごい2人ともね、癖が強くて面白いんですよ。これ結構ゆるーくわははって笑うだけで見れるアニメ漫画なので、すごいいいかなと思います。で、これのさ、実写版ネットフリックスで見れるんだけど、ちょっと実写版まだ見てないから、それも見てみたいなって思ってます。アニメはアマゾンでも見れるのかな。で、次最近ハマってるのがランウェイで笑ってっていうアニメなんですけど、これマスオさんにおすすめしてもらってね、見始めたんだけど、パリコレモデルになりたい背が低いモデルの女の子と、あと超才能があるんだけど家がすごい貧乏なデザイナーになりたい男の子の話 で、夢に向かって2人とも頑張るんだけど、いろんなね、試練があったりしてっていう話で、なんかその、あー、このどうしようもない、どうにもならないとこマジ辛いっていうのもあるし、あと個人的には私服飾の専門学校だったんですけど、文化服装学院ってとこね、卒業してて、でアニメ見てたら思いっきりその学校の校舎の建物が映ってきて、ちょっと個人的にはあーセンチメンタルって感じです。そのアニメ見てていろいろ突っ込みたいところも出てきて、それも面白くって、いや、この服あと10分じゃ縫えないみたいなとか感覚でわかるから、そういうのも突っ込みながら見たりして、ちょっとお洋服とかそういうの好きな方にはね、ぜひ見てほしいなっていうアニメです。あともう一個最近見始めたアニメがドクターストーンっていうやつで、アミビューティー TV のアミちゃんのおすすめで見始めたんですけど、これめっちゃ
ちゃ面白い、あみちゃんありがとう教えてくれて。ちょっとハマったらやばいなと思って、すごい、まあ、我慢しながらちょっとずつ見進めてるんですけど、このアニメはある日突然ね、人類がみんな石になっちゃうんですよ。で3000何年後とかに、その主人公になる高校生のね、頭がいい男の子と、もう一人頭は別に良くないけどとにかく力持ちの男の子と、その二人が目を覚ますんですね。石からバリバリって出てきて、そうで、そしたらもう何千年も経ってるから、地球がすごい大自然にもう変わっちゃってるんですよ。ビルとか朽ちちゃって。でその中で、その頭のいい男の子の知識とか使いながら、こう文明を取り戻していこうみたいなアニメなんですけど、これ最初超怖いって思ってもう私もアニメ見ながら、外見たらすごい大自然になってたらどうしようとか、どうでもいい想像しながらビクビクして見てたんですけど、いやこれハマりますね。これ多分もうザーって一気に見ちゃうと思います。で今紹介したアニメ、みんなネットフリックスとアマゾンプライムで見れるやつなので、気になるのあったらぜひ見てみてください。でちょっとこの流れでね、漫画を紹介しようかなって思うんですけど、うちにある漫画ご近所物語とその続編みたいな感じで、パラダイスキス、これはなんかもう洋服好きの私としてはバイブルみたいな感じで、これなんで3巻持ってきたんだろう私。普通1巻だよねこういうの。そう、矢沢愛さんのイラストもすっごい好きなんですけど、恋愛はもちろん、やっぱその服飾の学校でのああだこうだっていうのとか、ものづくりに対する気持ちとか、そういうのですごいグッときちゃって、結構本とか漫画とかってある程度も何回か読んだら売ったり誰かにあげたりとかするんですけど、これだけはなんかずっと取っとこうってずっとありますそんなしょっちゅう見返すわけじゃないんだけど、バイブル？なんだろう？この二つはなんか、いてほしいやつなんですよ。で、もう一個ね、最近ハマってる漫画が、こちら、犬と猫どっちも飼っていると毎日楽しい。これもともとツイッターでよくね、リツイートとかで回ってきて、それで知って、ツイッターで見てたんですけど、これもう超可愛いの、超ゆるいの、これ癒されるし、犬とか猫とか飼ってる人だと、もう気持ちがわかりすぎて泣けると思う。このさ、犬のすごい人間大好き、大好き、大好きってこう、ぐいぐい来る感じと、猫のツンデレの感じが、すっごい面白く描かれてて、でこの犬のおバカさとかがちょっとうちのモジャにそっくりなんですよ。そういう意味でもすっごい感情移入しちゃって、もう家族で大好きで、これ実は私のじゃなくてお母さんが読んで送ってきたやつなんだけど、お母さんと一緒にハマってます。ちょっとあんまりもう頭とか使わないでパッて見てキラキラって笑いたい人、癒されたい人、これ読んでみてほしいです。続いてはネットフリックスでハマってるシリーズものを紹介したいと思います。まずはクイアアイインジャパンっていうやつで、もともと海外でやってるクイアアイっていうシリーズの日本バージョンっていうのでね、少し前に公開されたんですけど、もうこれ超爆泣き、毎回爆泣きしながら見てるんだけど、なんかね、5人のゲイの人がねいて、なんだっけ、ファッションに強い人、ヘアスタイルに強い人、インテリアに強い人、料理に強い人、あとはなんか文化とかそういうのに強い人、5人がいて、その人たちが人を改造していくんですけど、もう変身する前はコンプレックスでね、ちょっともうこの先どうしようみたいな感じになってるのに、その5人が改造していくうちに、その人もどんどん自分に自信がついて、もう最後は別人のように変わっているっていうね、そういうので毎回いろんな人でやるんだけど、これはマジで勇気もらうから本当本当に見てほしい。私このシリーズ、このインジャパンで日本に来た時のやつから見始めて、でその後ね、海外でもともとやってたやつも見たんだけど、その国の問題とかが見えて面白いなとも思いました。日本だとやっぱ日本ならではの日本人のこういう性格がみんなあるからここで悩むやなとかあって、海外は海外でこういう悩みがあるのねみたいなのがすごい面白い。でもやっぱこのシリーズいろいろ見ようかなってなったら、やっぱインジャパンのやっぱ日本人の気持ちでね見るやつが見やすいかなと思います。もう一個好きなシリーズがネクストインファッションっていうやつで、もうご近所物語とかランウェイで笑ってとか好きな人だったら好きだと思うんですけど、これはもうたくさんデザイナーがいて、その中での勝ち抜きバトルみたいな感じなんですけど、毎回こうテーマが決められて、そのテーマに合わせた洋服を時間内に作るっていうので、みんなすごい
焦ってああでもないこうでもないって作って間に合わせて、でモデルに着せてショーをして審査してもらって勝ち抜くっていうやつで、これもねすっごい刺激になりますね。もうその時間内でっていうのですごいドキドキするのとかもめっちゃわかるし、もうそのアイデアどっから来るのっていう、本当にかっこいい洋服が出来上がったりとか、もうできたやつ見てあ私はこれが好きとか、そういう風に見てるのがめっちゃ楽しいです。ものづくり好きな方はね、私と結構趣味が合う人いるかななんて思うんですけど、続いて Amazon プライムでハマってるのがグータンヌーボヌーボ急になんかバラエティ感出てくるよ。毎回女子3人初めましてだったりそうじゃなかったりするけど、女3人で集まってで女子会をするっていうやつで、いろんな恋バナとか仕事への価値観とかいろんなお話が聞けて楽しいんですけど、最近このシリーズが進んで男性バージョン始まったんですよね。そのグータンヌーボヌーボの中で今までは女性3人だったんだけど、たまに男性3人っていう会があって、なんか男の子同士のそういう会話とか恋バナとかって、まあ女子だからさなかなか聞けないじゃん。その男女で一緒に話すことあっても男子だけの会話って絶対聞けないから、その感じ、あこういう風に喋るんだとか、そういう男の人たちの空間を知れるっていうのが個人的にはめっちゃ面白いなって思ってます。結構好きな芸能人の方とかモデルさんとかね、もういろんな分野での有名な方が出てて、すごいあこの人こういう人なんだっていうのも分かって、それがすごい面白いです。あとはねビューティーザバイブル、これはおすすめですよ皆さん。私ドハマりしてます。私のメイク動画とか見てくれてる方はね、私がすごいハマってるの分かると思うんですけど、毎回その美容の分野に詳しい専門家の人がゲストで登場して、人によってそのメイクの仕方だったりネイルとかスキンケアとかすごい丁寧に教えてくれるんですよ。でもシンプルに勉強になるから、もう私それ見ながらそこで紹介されたものを Amazon で探してポチりながら見るとか、あとちょっともうやり方真似してメイクしてみるとか、すっごい美意識が上がる番組で、シンプルに勉強になるってのも面白いし、あとカメラワークとか個人的に面白いなって思って、こうメイクとかしてもらってるとこさ、 YouTube だともうこうアップで見れるじゃないですか。だけどこれちょっとカメラが引きになっててメイクしてもらってるとことかに、その MC の方々がマジ真剣すぎてこうカメラに入ってきちゃうとかそういうみんなのマジっぷりがね面白いです。そこも注目してみてもらえたら面白いと思います。あとは今のうちにちょっと見といてって思うのがバチェラーです。バチェラー面白いですよね。私も超好き。これ見ながらあーだこうだ言うのが超楽しいよね。でこれはなんかバチェラーっていう、もう超かっこよくってお金もあってみたいな超キラキラ男子みたいな人が一人いて、そこに対しても女性がたくさんいて、でいろいろデートとか毎回するんですよ。グループデートだったり個人でデートだったりをして、でバチェラーからバラをもらえたら次の回にまた残れるみたいな、これも勝ち抜き戦って感じで、で最後は誰がバチェラーと一緒になるのかっていうので、もう女のドロドロ感とかすごい面白い。で今度はこれの逆バージョンが始まるんですよ。女性一人に対して男性いっぱいっていうのが今度始まるから、ちょっとそれもね男性陣側がめっちゃみんなキャラ濃そうで面白そうだなって思って、超もう早く放送してって思って待ってるんだけど、ちょっとそれ始まる前にね、今のうちにみんなバチェラー 1,2,3 って見てほしいなって思います。それでちょっと一緒に喋りたいもん。はい、続いて映画行こうかなと思って、映画はねいろいろ好きで見るんだけど、ちょっとこれもね紹介したらキリがないなって思うので、すごい好きなやつ、私が唯一ね DVD を買った映画があって、それが蜷川実花さんの桜っていうやつなんですけど、まあ花魁の話になるんですが、ちょっとあらすじ喋るのがクソ下手クソだなって思ったので、みんなちょっと検索してほしいんだけど土屋アンナさん主演でね、で花魁の話で、私はね着物も好きだし蜷川実花さんの写真ももともと超好きで、
もうとにかく色彩がすっごい綺麗なんですよ。だからこれはぜひ見てほしい。ちょっとなんかネタバレとかも怖いからあらすじ喋るのあれだなと思って、ごめんね。なんか急に説明むずってなっちゃった。あとは好きな映画もう一個がムーンライズキングダムっていうのが好きで、これ海外のやつなんだけど、これもなんか色彩とかカメラのアングルっていうの使い方とかそういうのがすごい好きな映画で、なんだろう、二つともね、なんかどちらかというと美術的なところで好きで見るっていう映画で、ただムーンライズキングダムはね、ネットフリックスになかったの。一時期あった気がしたんだけど今日見たらなくって、 Amazon だとなんかプラスでお金払えば見れたかな、そんな感じです。あとドラマもね、今の時期いっぱい見れるかなと思うんですけど、とりあえず頭使わないですごい楽しく見れるのがおっさんずラブ、流行ったね、私超好き。これは Amazon でもネットフリックスでもどっちでも見れます。ありました、見つけました。これの映画も見たんだけど、映画も本当に頭使わないでただただ楽しい、そしてあれなんか感動するみたいなそんなあっという間の映画だったからね、明るい気分になりたい人はぜひ見てって思う。あと私また見たいなーって思うドラマが監獄のお姫様、これ Amazon プライムで見れるんですけど、私工藤官九郎さんの作品好きで、もう工藤官映画工藤官ドラマは超見ちゃうんですけどそれでね、これも割と最近2年前ぐらいにやったドラマかな、それで超ハマってて、これ面白かったな、また見たいなって思うんで、ちょっとあらすじ言うの下手だからみんな調べて気になったら見て。あとはこれも Amazon プライムで見れるんだけど、あなたには帰る家があるっていう、これは不倫のねドラマなんだけど、なんかすごいコミカルだった不倫ドラマの中でもなんかすごいコミカル、木村多江さん好きなんですよね私、このちょっとやべえやつ役超うまいじゃないですかそれで好きで見てたんだけど、ゆうすけサンタマリアさんもね、最初なんか冴えないおじさんっぽい感じの役なんだけど、見てるとねだん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 かっこよく見えてくるの、超すごいな俳優ってって思いますよこれ。あとめっちゃ喋るな、残念ながら Amazon プライムにも Netflix にもなかったんだけど、超好きなドラマ、一番好きなドラマ1個言っていい？カルテットっていうドラマが超好きで、本当にね DVD 買いたいなって思うぐらい好きなドラマ、初めてここまで好きっていうドラマかも。あなたの番ですとかも好きだけど、カルテットもう一回見たいな。ちょっとおすすめをさ紹介する動画撮ってみようと思って撮ってみたけど、本当にあらすじを言うのが下手くそすぎて、ちょっともう調べてくださいスタイルにさせてもらいたいけど、いっぱいいっぱい言わせてね、好きなやつあとこれでタイトルとか聞いて私が好きそうなやつ、趣味が合うなって思った方はぜひコメントで教えてほしいんですけど最後に本を紹介します。本っていうか小説で好きな作家さんが2人いるので、ちょっとそちらを紹介しようかなと思います。また読みたくなっちゃった。ちょっと最近本読む時間が全然なかったから読んでなかったんだけど、久しぶりにね本買っちゃいました。まずはじゃん、西かな子さん愛っていうやつ買いました。ちょっとこれから読むんですけど、なんかめっちゃかっこいい表紙。西かな子さんは私最初王様のブランチでね、なんか本の特集とかよくやってるじゃないですか、あれで見て知って、で作品より先にご本人すごい綺麗だなって思って、なんか人から入ったんですよで、わすごい綺麗気になるって感じで本も読み始めて、それでどんどんハマったんだけど、結構家族とか身近な人をモチーフにした話が多くって、で私もともとめっちゃ本苦手なんですよ。量がこうあったら同じとこぐるぐる回っちゃうから読めないから、本なんて全然読まないっていうタイプなんですけど、西かな子さんの本に出会ってからはね、すごい本好きだなって思うようになった。そうリズミカルなね感じでこうスッて読めちゃいます。スッて引き込まれてスッて読んで、はぁ楽しかったって感じなんだけど、今まで結構読んだな、桜、通天閣、福笑い、キリコについて、舞台、地下の鳩、円卓、漁港の肉子ちゃん、フルっていういろいろあるんですけど、で映画化してる作品もあって、私映画はねまだ見てなくって、なんか映画さあれじゃあ漫画とかアニメもそうだけど、先に小説読んでさ自分の頭の中の空想の世界があるから、ちょっとそれと多分絶対違うじゃん、だからそういった時に違和感ありそうだなって思って、ちょっと映画はまだ見てないんだけど、これ有名かな、2013
2013年の黄色い像っていうやつ聞いたことある人多いかなと思うんですけど、あとは円卓っていうのもあって、でこれ知らなかった。2019年、去年にマクコっていう映画があって、で今年の秋にサクラっていうのが映画公開予定で、結構映画あるんだって思ってびっくりしました。私円卓とかキリコについてあたりが好きだったなと思うので、気になった方ぜひ読んでみてください。そしてもう一人が湊かなえさんです。女性に売れた本第1位だって。新しく買ったのが絶叫。私今日この動画撮ってみて気づいたけど、意外とミステリーとかサスペンス好きなんだなって気づいた。湊かなえさんね、ミステリーとかサスペンスのものがすごい多くって、で私もともと映画で知ったんですよね。告白とか白雪殺人事件とか、告白すごい見たことある人多いかな。そう、それで気になって本も読んだんですけど、ミステリーとかがやっぱちょっと頭使いますね。西香奈子さんの方はこうタンタンタンって読めるけど、湊かなえさんの、私マジ頭悪いから理解するのがすごい大変だった。本読んでみて、花の鎖っていうのを読んで、まあ、感動ミステリー的な感じなんですけど、これドラマ化もされてたの知らなかった。そう、それで読んだんだけど、結構わけわかんなくなっちゃって何回か戻ったりしながら読んで、だからもしかしたら映画の方が入りやすいのかな。あと超好きなドラマがあって、これ小説も多分あると思うんだけど、リバースっていうねドラマ、それもすごいハマりました。いや読んでる間さ、もう読み終えるまでずっとなんかもう怖いやつ見てる時ってこうなるじゃん。これがさ続くのよだからほんと時間がある時とか、なんだ、私結構感情持ってかれちゃうんですよね本読むと。明るい話読んでる時はハハンってなるけど、こういう緊張感ある話とかの時はもうずっと読み終えるまでこうなっちゃうから、結構タイミングを考えて読むようにしてるんですけど、だこれも読むの楽しみだなぁ。というわけで今日の動画はね、ちょっと珍しくこう私の好きな作家さんとか見てるアニメとかを紹介してみました。どうだろう、リクエストにお答えできたかなちょっと今日の私が言ったタイトルとか聞いて、これも見た方がいいよとかおすすめあったらぜひコメントで教えてください。それじゃあね、家でこういうのを見てのんびり過ごしていきましょう。今日の動画楽しんでいただけたら、グッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それじゃあバイバーイ。